ファイル、キャステディアサブダクションゾーンシェイクマップ MQ シナリオ、ドット JPG エリアオブザカスカディアサブダクション、ゾーン &A、ユースックスシナリオシェイクマップ 4AMQ、イベントカスケードボルキャニックアーク、カスカディアアースクエークソースカスケード沈み込み帯は、北アメリカ大陸の西海岸の沖合にある、沈み込み帯である。ファンデフカプレートが、北米プレートの下へと沈み込んでいる。 地学的環境は日本の南海トラフなどに類似している。この沈み込み帯における最新の地震の発生は1700年に発生した MW9.0 の巨大地震であり、日本にも甚大な津波被害をもたらした。この地震では長さ1 1 0 0トルに及ぶ断層面が1 4ルずれた。歴史記録に 大地震の発生は記録されていないが、地質学的な個地震調査の結果、過去に巨大地震が発生したことを示す痕跡が発見されている。日本においても津波が到達した記録が残されていることが分かった。この沈み込み帯においては、過去約7000年間に13回の地震が発生したとされている。平均すると約500年に一度程度となる。また、 過去1万年では41回の地震が発生したとされ、うち半分は M 9クラスの巨大地震とされる。プレート間巨大地震は過去3500年間に7回発生したことが分かった。ありがとうございます。